すいません。浜松から来たんですけど、ここで生産してもらいます。あー、なるほど。浜松駅ではどうやって改札に入ったんですか？ちょっと時間がなくて、そのまま通してもらいました。そうですか。駅員から、無札証明書っていう紙はもらってないですか？あー、ないですね。ちょっと急いでたんで。車内で車掌が切符の拝見に来なかったですか？いやー、来てないですね。あれ？お客さん今の新幹線で来られたんですよね？あー、はい。浜松駅から。はぁ、はい。残念ですね。今到着した新幹線光号は、新横浜を出たら、ここまで止まらないんですよ。え？ということはわかりますよね。浜松駅から乗車することは不可能ということです。簡単に説明しましょうか。あなたは東京品川新横浜のいずれかの駅を利用し、改札を強行突破し新幹線光号へ乗車した。そしてあなたの過去の記憶では光号は浜松に停車すると思い込み、あなたはそのままトイレへ駆け込み、そのままトイレで引きこもった。そう、車内改札をくぐり抜けるためにね。あなたは浜松に停車しなかったことも知らずに、ここで降りてあなたは浜松から乗ったと申告してきた。よってお客さん、いや、犯人さん。あなたがやったことは不正乗車。立派な犯罪です。すいませんでした。おい、ちょっとトイレ貸してくれ。改札内のトイレですと、入場券を買っていただかないと通すことはできないんですよ。え？他を貸してくれたぞ。でもそういった規則になっておりますので、ご了承ください。すぐそこなんだから使わせてくれたっていいじゃねえかよ。申し訳ないんですが、ダメなんですよ。トイレですと、あちらの東口の階段を降りていただいたすぐのところのトイレご利用ください。ケチだな、本当に。漏れそうなんだよ。早く貸してくれよ。ちょっとお客様お待ちください。規則ですので、守っていただかないと困ります。規則だかなんだか知らねえけどよ。早く貸してくれよ。漏れそうなんだよ。ここで漏らされてもいいのか、お前たちは。それは困りますけど、お客様だけ特別にというわけにはいかないんですよ。話の通じねえ奴らだな。じゃあいいのか。ここでするぞ。いいんだな。おい、どうしたんだ？あ、先輩、この人が改札のトイレを使いたいって言うんですよ。ああ、そうかそうか、漏らされても困るから行かしちまえ。いいんですか？いいよいいよ、いいかお前。現場で規則なんて守ってたらな、何も終わんねえぞ。ああ、わかりました。まったく、最初から貸せよ。あの、すいません、ワクチン電車っていつ走ってるんですか？ワクチン電車、そういった電車は走ってないですね。え？社内でワクチン打ってもらえるって聞いたんですけど。どこの情報ですか？ワクチンは指定の会場で接種してください。え？チンチン電車は走ってますか？チンチン電車は走ってますよ。え？チンチン電車の運賃はワクチン込みって聞いたんですけど。それもどこの情報ですか？そんなサービスは行っていません。え？確かに言ってたんですけどね。誰が言ってたんですか？中国人のチンさんが、チンチン電車の運賃はワクチン込みだって連チンしながら言ってました。じゃあ中国人のチンさんに、チンチン電車の運賃はワクチン込みではないですよとお伝えください。何笑ってんすか？